かえ式暗号、あるいはかえ暗号は、平文を1文字、または数文字単位で別の文字や記号等に変換することで暗号文を作成する暗号である。文字の変換ではなく、並べ替えによって平文を読めない状態にする点示式暗号とともに、古典暗号の代表的な暗号の一つであり、16世紀頃にはかえ式、点示式という分類がなされている。 最も古い暗号の一つであるシーザー暗号は最も単純な開示式暗号の一つであり文字から文字に1文字単位で変換する方式であるシーザー暗号の変換ルールは3文字シフトであったしかし9世紀頃にはこのような単純な暗号は変換ルールが固定の1対1写像である限りどのような変換であっても解読可能であることが知られていて以来 暗号解読されないように、いろいろな改良が行われ、様々な開示式暗号が登場した。さらに、近代のエニグマ他に代表される、機械式暗号も、変換ルールを、機械の利用により複雑にする技巧を凝らした、開示式暗号の一種と言える。シーザー暗号は、一文字を別の一文字に変換する、方式であるが、普通の文字に変換するのではなく、単語や数字、記号、 図形等に変換する暗号もあり、有名なものから無名なものまで数多くある、などがある。図形に変換する暗号として、アーサー・コナンドイルの踊る人形がよく知られているが、類似の開示表は1874年にも発表されている。新聞のクイズ欄にて、開示式の暗号文を掲載することもあった。開示表には、モールス符号、アスキーコード、 ディスコードなどのように秘得用途ではないものもあるが、戦時に表を取り替えて暗号として使用した例もあった。カえジ式暗号は正期には紙と鉛筆だけで暗号文を作成していた。変換ルールが複雑な場合や効率よく変換を行う目的で変換表や円盤などが使われることもあった。ビジュネル法人やアルベルティの暗号円盤などが知られている。 なお、カえじはそのまま読むと、漢字となるが、漢字と同じ読みだと紛らわしいため、カえじと読むなら足がある。カえじ式暗号には、変換ルールの性質や種類、変換の単位などによって、次のような分類がなされている。具体的な暗号方式の一覧は、主な暗号の分類と一覧を参照。ありがとうございます。